TOSH ブラチーノはロシア語では TOCH と表記され、これには刺激火力投射システムとの意味があるんだ。この TOSH は T72 戦車の車体に 220mm ロケット弾30連装発射機を搭載した多連装ロケット砲システムマースの一つで、30発のサーモバリック爆薬弾頭ロケット弾をわずか15秒で発射する連射性能があるが、その射程は500メートルから 3.5 キロメートルと短いぜ。車体のサイズは全長 9.5 メートル、全幅 3.6 メートル、全高 2.22 メートル、重量 45.3 トンで、V84MS ディーゼルエンジンによって最大速度 60km を発揮して行動距離は 550km とされ乗員は3名だな。さて今回は、ロシア軍がウクライナ戦線に投入した新兵器について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。サーモバリック爆薬弾頭ロケット弾に使用されているサーモバリック爆薬は、燃料気化爆弾の次世代型に当たる気体爆薬で、燃料気化爆弾が酸化エチレンや酸化プロピレンなどの液体燃料を瞬間的に気化させて爆発させるのと違い、サーモバリック爆薬は固体の化合物であり、それを気化させることで粉塵爆発と強燃焼性のガス爆発による、複合的な爆発を起こす強力な爆薬で、その熱爆風衝撃波によって建物を破壊し、人間を殺傷するが、戦車などの厚い装甲を貫く貫通力はないんだよね。燃料気化爆弾では不安定な液体の燃料を使用するために、一次爆薬の力で燃料を加圧沸騰させる必要があり、そのための装置となり、さらに運搬や貯蔵に不向きであり、実際に運用には大きな支障をきたすのに対して、サーモリック爆薬は安定している固体の状態で弾頭に搭載されているため、運搬貯蔵が容易であることに加えて爆薬の体積あたりの威力が燃料気化爆薬より大きいという利点があるんだ。密度の高い固体の塊のため体積が小さく、起爆に必要な装置も燃料気化爆弾のような特殊なものがいらず、信管のみで起爆するため小型の兵器に搭載することも可能で、歩兵携帯用ロケット弾や 40mm グレネード弾なども開発されているよ。このサーモバリック爆薬弾頭ロケット弾を搭載した TOSH は、1980年後半のアフガニスタンで実戦テストが実施された後、1990年代のチェチェン紛争のほか、イラク、アゼルバイジャン、シリアなどで実戦使用され、その絶大な威力から西側諸国のメディアなどからロシア最強車両とも呼ばれているよ。2022年2月24日にウクライナ侵略を開始した頃のロシア軍では十数両を保有しているのみとされていて、一部の戦線にのみ投入されていたが、現在では毎週2両が生産されているとも伝えられていて、ウクライナの各地に配備されているのが確認されているが、現時点でロシア軍の保有数とウクライナの最前線への配備数は不明だね。サーモバパリック弾薬弾頭ロケット弾30発を15秒で撃ち込む TOSH は、目標地域一面を火の海にするだけでなく、その燃焼によって一瞬にして周囲の酸素を奪い人間を窒息死させ、さらに衝撃波は人間の肺を押しつぶし呼吸困難にさせるぜ。塹壕などの陣地攻撃や、市街戦における戦闘において圧倒的に殺戮をもたらす兵器であり、シリアでの市街戦に使用された際には、建物の陰に隠れていた市民を大量に殺害したことで知られているな。ウクライナ軍はこの TOSH の存在には注意を払っていて、発見すれば即座に破壊することを優先しているとされ、今年になって6月10日にザポリージャ州においてウクライナ軍の M109A6 自走式榴弾砲によって TOSH が破壊される動画が公開されたほか、10月8日にも同じくザポリージャ州において、ウクライナがアメリカから供与されている M142 高機動ロケット砲システムハイマースによって TOSH を破壊したとする動画をウクライナ国防省が公表しているよ。ウクライナ国防省によれば、TOSH を発見するためにウクライナ保安庁 SSU の特殊部隊が偵察を実施して、その位置を特定するという協力体制を敷いていて、位置が特定された TOSH をその射程外からハイマースで発射可能な長射程の GPS 誘導ロケット弾 M31 によって、攻撃して破壊しているとしており、
オランダのオシントサイトであるオーリクシーによれば、ウクライナ軍はこれまでに TOS-1 を5両破壊して、3両を路獲したとしているね。また、ロシア軍は TOS-1 の他にもウクライナの最前線に新兵器を投入していて、装輪式自走迫撃砲システムに S-40 フロックスが配備されていることが確認されているぜ。この S-40 フロックスは、ロシア軍が運用しているウラル4320型 6×6 装甲トラックの車体に、ロシアの軍需産業の一つロステック社が開発したフロックス 120mm に S-40 迫撃砲システムを搭載したもので、2S-31 ベーナ自走式迫撃砲システムを一部流用した簡易版とも言われ、ロステック社の子会社であるウラルワゴンザボド社が2021年から生産を開始しているな。車上のフロックス 120mm に S40 自走迫撃砲システムには28発の迫撃砲弾が搭載されていて、2A80 型迫撃砲からは自動装填装置によって毎分8発から10発を連続投射可能で、迫撃砲弾だけでなく通常の榴弾砲弾なども発射可能とされているほか、北大西洋条約機構NATO規格の 120mm 迫撃砲弾の発射も可能で、さらには地雷も発射することができるらしい。フロックスから発射される迫撃砲弾の射程は 7200km とされているが、射程延伸タイプの粘着榴弾 HEP を用いた場合は 13km にまで射程を延伸させることができ、榴弾ヒートであれば射程は 7.1km、地雷の場合でも 7.5km の最大射程距離があるぜ。榴弾砲都市も運用が可能で、トラックの運転キャビンの屋根には 7.62mm 機関銃、レーザー警報システム、光学妨害装置を搭載した遠隔制御兵器ステーション RCWS などが装備され、キャビンには装甲が施されていて消火器などの攻撃から乗員を保護しているよ。乗員は乗車したまま砲撃を実施した後、離脱して位置を移動するのに一部もかからず、発射位置の特定が難しいとされているね。製造元のロステック社では、フロックスは、榴弾砲と迫撃砲の両方の性能を兼ね合わせているだけでなく機動性と安全性をも向上していて、手動操作と自動操作を合理的にバランスよく作動させて、乗組員の負担となる作業を可能な限り軽減するとして、価格は比較的低価格であるため入手しやすく、ロシア軍だけでなく国際社会においても需要が大きいとしているよ。ロシア軍ではこの 2S40 フロックスを緊急展開部隊用の火砲として運用するのではないかと見られていたが、ウクライナ侵略戦争において榴弾砲などの野砲が多数破壊されているため、2S40 フロックスを今年から自走式迫撃砲としてロシア軍への納入が進められ10月5日に納入されたことが発表されたのであるが、この納入されたばかりの新兵器は早速ウクライナの最前線に配備されたようで、翌日6日も早くもウクライナ軍によって破壊されたとする動画が SNS に投稿されたぜ。6日に SNS に投稿されたウクライナ軍の自爆攻撃型ドローンから撮影されたと見られる映像からは、道路を走行中の車両にドローンが体当たりする瞬間までのシーンが映されていて、画像が不鮮明であるためにわかりにくいながらも、走行している車両がトラック式のもので、その荷台にはフロックスのように見える砲塔が搭載されているのが確認できるな。動画はドローンの自爆とともに終了しているため、この車両がドローンから受けた損傷の程度は不明であるものの、もし自爆攻撃型ドローンが正確に荷台のフロックスに命中していたとするならば、使い物にならないほどの被害を受けたことは疑いなく、迫撃砲として使い物にならないと見られているね。今月の初回納入バッジで何両のフロックスがロシア軍に納入されたのかは明らかにされていないが、そのうちの1両が配備されてからわずか1日で使い物にならなくなった可能性があり、ロシア軍の落胆は相当のものであろうとする声が多いみたいだな。ウクライナ軍はハイマースや M270 などのマースから発射可能な射程 90km で、GPS 誘導によって正確に目標を攻撃できる G マースロケット弾をアメリカから供与され駆使していることから、TOS-1 やフロックス外貨に強力な火砲であったとしても、
その射程外から破壊することが可能であり、ロシア軍が切り札として期待して投入したとしても最前線に出すや否や破壊される可能性が大きく、これら新兵器が戦況打開のゲームチェンジャーにはならないとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。イギリス国防省が2023年9月28日に発表したウクライナ侵略戦争の戦況分析によると、ロシア空軍がウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日以降において戦闘で失った固定翼航空機数が90機以上となっているというよ。同国防省の分析によると、ロシア空軍は現在スホイ34などの一部の戦闘爆撃機を集中的に飛行させていると指摘し、それら機種の飛行時間が格段に増加していることから機体の寿命をすり減らしつつある可能性が高いとしているほか、その整備のためにメンテナンス上必要なパーツが不足している可能性も指摘しているぜ。また、侵略開始後強化された西側諸国からの経済制裁によって、これまで西側諸国から購入してきたパーツ類が入手困難になっていてメンテナンスに支障をきたしていることも指摘したな。さて今回はロシア空軍が戦争の長期化によって航空機の稼働率が低下している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア空軍がウクライナ領空内でロシア地上軍のために近接航空支援のための空爆をほとんど実施していないことは今年の初め頃から明らかにされていたよ。ロシア空軍はアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国からウクライナ軍に多数の地対空ミサイルシステムが供与されていることを警戒してか、地上部隊への近接航空支援ではなく安全なロシア領空内からスホイ34などの戦闘爆撃機による空対地ミサイル攻撃を強化しているとされているんだ。そのために戦闘爆撃機の出撃回数が極端に増えてそのメンテナンスに支障をきたしていると、イギリス国防省が指摘しているのであるが同国防省はそれにもかかわらずロシア空軍は、まだこれら戦闘爆撃機の出撃回数急増に対応できる能力は有しているとも指摘したってわけ。ただ、イギリス国防省はこの先さらに長期化する様相を見せている侵略戦争がこのまま継続していくと、長期的には現在の空対地ミサイルによる攻撃回数を維持できなくなる可能性が高まっていると分析しているぜ。また、ロシア空軍が現在実施している自国領空内から長射程の空対地巡航ミサイルによる攻撃がこのまま続けられるとすると、スホイ35から発射されるカヤック35などの空対地巡航ミサイルの在庫が枯渇する可能性があるとされていて、ツポレフ 22M3 大型爆撃機から発射されるカヤック22カヤック32カヤック101カヤック50オクフ555などの大型の巡航ミサイルや、極超音速滑空ミサイルキンジャールなどもウクライナへの無差別攻撃に使用され始めたことが指摘されているな。キンジャールは現在の地対空ミサイルでは撃ち落とすことができない極超音速で滑空するミサイルとされていたのであるが、初めて使用されたとみられる攻撃においてアメリカがウクライナに供与した地対空ミサイルパトリオットによって撃墜されたことが報告されていて、ロシア軍がその事実にショックを受けたためかそれ以降はほとんど使用されていないとみられているよ。カヤック22やカヤック32は西側諸国でいうところの一般的な巡航ミサイルと異なり、むしろ弾道ミサイルほどもある大きな本体に大きな主翼を取り付けて滑空させるミサイルとの認識が正しく、航空機から発射された後に液体燃料式ロケットに点火されて推進力を得て、その燃料を使い切った後は目標に向かって滑空していくんだ。そのためにロシア語では巡航ミサイルのことを有翼ミサイルとされているが、滑空型のこのミサイルにはふさわしい呼び方であると言えるだろうな。カヤック22は半世紀以上前の1962年に実戦配備された古い設計のミサイルだが、滑空時の最大速度はマッハ5弱に達し、事実上は極超音速滑空ミサイルに分類されるもので、その改良型のクフ32はさらに射程が 1000km に延伸されているが、発射重量が6トン近い巨大なミサイルであり、
イスカンデルやキンジャールのような弾道ミサイルに近い大きさであるため発射可能な航空機は限られているよ。しかしながらこれらは本来、アメリカ海軍の原子力空母攻撃用として開発されたミサイルとされていて、ロシア空軍にとってはアメリカ側にその性能をさらけ出すことは避けたいはずであるが、そのような事情がある大型の空対艦ミサイルを命中精度などの低下に目をつぶってでも本来の目的と異なる対地攻撃に使い出したということは、対地攻撃用のミサイルの在庫が枯渇しつつある可能性が示唆されているとの見方も出ているな。また、イスカンデルは2月24日の開戦以来数百発から千発前後がウクライナに向けて発射されたと推定されているが、こちらは最近になって発射の頻度が低調になっていて、在庫が枯渇しつつある可能性が指摘されており、今後の展開によっては NATO と交戦する可能性が否定できないために全弾をウクライナに打ち込むことはできず、生産量との兼ね合いで在庫の調整に入った可能性が高いぜ。一方、黒海艦隊の水上艦艇や潜水艦から発射されるカリブル巡航ミサイルもまた発射数が明らかに低下していることから、こちらも在庫が枯渇しつつあるのではないかとの見方が出ているらしい。ただ、これらのミサイルは、いずれもそのほとんどがウクライナの首都キーウをはじめとする、各都市への民間施設やインフラに対する無差別攻撃に使用されていて、ロシア地上軍の近接支援のためではないな。ロシア陸軍はここまでに一説よれば20万人を超える死傷者を出しているとされ、兵員の不足が指摘されている中最近、志願兵の形で30万人を招集して補充に当て始めたと言われているほど厳しい状況に立たされている状況で、そもそもソ連時代から強大な陸軍を支援するための付属部隊的な役割である空軍が、地上軍を全く支援していない現状を不思議とする声が上がっているみたい。仮に西側諸国の制裁などによって精密なパーツ類が不足していて稼働率が低下しているにせよ、そもそもの航空機保有数においてウクライナ空軍のそれを圧倒的に上回っている事実からすれば、地上戦で榴弾砲などの支援火力がウクライナ軍による破壊が進んでいるとしても、航空優勢を確保した上で空中からの近接支援を実施すれば戦況を覆すことができるはずだろうね。そのロシア空軍がスホイ57などの戦闘機をウクライナの前線に投入しないのは、ウクライナ軍の防空システムによる撃墜を恐れているとの見方があるが、ウクライナ軍は西側諸国から提供された防空システムも含めて、ロシア軍の巡航ミサイルやドローンなどによる無差別攻撃から国民を守るため主要都市に配備しているとされていて、最前線の地上部隊の上空を完全に守ることはできていないと見られているよ。それらのことはロシア軍側も承知していたはずであるのであるが、ロシア空軍は自国領空内の安全な空域から命中精度の良くない対艦ミサイルを思い出したように、空中発射しているのみというロシア空軍の怠慢にも近い動きについて、その行動には訳があるとする軍事評論家がおり、彼らによればロシア空軍はこの先に現れると予想される新たな脅威に備えているのではないかというんだ。そのロシア空軍が警戒している脅威とは、先日西側諸国からの供与が決定的となったアメリカ製戦闘機の F-16 ファイティングファルコンだな。ウクライナ軍に供与される F-16 は、オランダ空軍が運用している42機とデンマーク空軍が運用している19機の合わせて61機で、それぞれ近代化改修が施されて機能向上が図られていて、2024年の初めまでにウクライナに到着する予定だぜ。パイロットの訓練はすでに開始されていて、ウクライナから第一陣として32人のパイロットが選出され、NATO の基地で飛行訓練を受けることになったが、訓練は英語で行われるために英語が話せる4人を除いた28人がイギリスで英語を学ぶなど、まだかなりの時間を必要としているらしい。しかし、ウクライナ空軍は現在125機ほど運用しているミグ29、スホイ24、スホイ25、スホイ27の約半分を強力な F-16 に置き換えることができ、ウクライナ領内だけでなく周辺空域までカバーできる航続距離を持ち、搭載可能な高性能な誘導兵器も供与されれば、大きく戦力低下していると見られるロシア空軍にとって大きな脅威となることは間違いないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
2023年11月9日にイギリス国防省が発表したウクライナの戦況分析において、ロシアが2014年から不当な実効支配を続けているウクライナ南部のクリミア半島に配備されているロシア軍で最も強力とされている新鋭の防空ミサイルシステム S-404 機のうち2機がウクライナ軍のミサイル攻撃によって破壊されたとしているね。また、ロシア軍がクリミア半島の防空を強化するためにはロシア本土の重要拠点などに配備されている S-400 を移動させて防空体制を補強する必要があると指摘したぜ。その一方で、ロシア国防省も11月9日にクリミア半島沿岸の黒海上において、ウクライナ軍が発射した地対艦巡航ミサイルネプチューンを同半島に配備されている S-400 で撃墜したと発表して、同半島の防空システムが健在であることをアピールしているな。さて今回はクリミア半島のロシア軍防空システムの弱体化について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、しかしながら、このようにロシア国防省が必死になって発した、クリミア半島における防空体制が健在であることへのアピールを嘲笑うかのように、ウクライナ軍は11月4日にクリミア半島東部のクリミア大橋に近いケルチ市にあるザリフ造船所に対して、フランスから供与された航空機から発射される空対地巡航ミサイル SCALPEG によって攻撃を実施したことを、SNS にミサイルの写真を添付して週末はいかがだった？とロシア側への皮肉を込めたコメントとともに明らかにしたよ。そしてこの攻撃によってロシア海軍が黒海艦隊に配備するために建造中であった22,800プロジェクトのミサイルコルベットであるカラクルト型コルベットアスコルドに SCALPEG を命中させ大破させたとして、左舷中央の艦橋付近が大きく損傷しているアスコルドを撮影した証拠画像とともに XQ Twitter に投稿して公開したんだ。また、このアスコルドに SCALPEG 2発が命中する瞬間とされる動画も X 上に公開されていて、ウクライナ軍の主張が事実であることを裏付けており、ロシア国防省はケルチ市にウクライナ軍が発射した巡航ミサイル15発が飛来して、そのうちの13発は防空システムが撃墜したものの、軍艦1隻が被弾して損傷したとして認めざるを得なくなったようだな。カラクルト級コルベットは2018年からロシア海軍で運用されているに、ロシア海軍では最新鋭とされるミサイル艇で、レーダーに探知されにくいステルス設計であり、マストには2つのフェイズドアレイレーダーが搭載されていて、主に沿岸域での運用を目的に設計されており、排水量は約800トン、全長67メートル、全幅11メートル、喫水4メートルの艦隊で、航続距離は最大4000キロメートル、連続航行日数は15日とされているぜ。わずか排水量800トンほどの小型のコルベットでありながら、ロシア海軍特有の重装備が搭載されていて、巡洋艦や駆逐艦などの水上艦や潜水艦にも搭載されて、ウクライナの民間インフラ攻撃に使われている巡航ミサイルカリブルを最大で8機搭載するほか、超音速対艦ミサイル P-800 オーニクスや対空ミサイルシステムパーンティリ M も搭載し、さらには 76mm 単装速射砲1門とシウイスクローズインウェポンシステム近接防御火器システム1機を搭載するなど、艦隊のサイズに似合わない強力な攻撃力と対空防御力を合わせ持っているわけだ。このカラクルト級コルベットについては、今年5月にロシア海軍黒海艦隊司令官のビクトール・ソコロフ中将が、黒海艦隊に配備される予定であることを発表していて、そのソコロフ中将の発表によると2023年には、高精度なミサイル兵器を搭載する最新のカラクルト級小型ロケット艦3隻と、そしてさらにプロジェクト22,160哨戒艦ワシーリ・ブイコフが黒海艦隊に配備される計画であると述べていたよ。アスコルドは現時点ではまだ収益しておらず、造船所の桟橋に経由されて最終段階の偽装工事が進められていたものと見られているが、黒海艦隊では9月13日にもクリミア半島セバストポリにあるオルジョニキーゼ造船所が、ウクライナがイギリスから供与された空対地巡航ミサイルストームシャドウによる攻撃を受けているみたい。同造船所には18発のストームシャドウが飛来したとされ、
そのうちの7発はロシア軍の防空システムによって撃墜されたとされたものの、残りの3発がオルジョニキーゼ艦船修理工場内で修理中だった黒海艦隊所属のキロ級通常動力型潜水艦、ロストフなどヌートバルト艦隊所属のロプーチャ級揚陸艦ミンスクに命中して損傷を与えたんだ。攻撃後に同造船所関係者が撮影したとみられる修理ドック内の洋艦の画像が公開されていて、揚陸艦ミンスクは艦橋などの艦上部の構造物が著しく破壊されてほぼ大破していて廃艦にせざるを得ないであろうとみられ、また潜水艦ロストフなどヌーの損傷状況についても、艦隊の2カ所に穴が開きその中から黒煙が吹き出している様子が撮影されていることから、艦内で火災が発生していることが示唆され、やはりミンスクと同様に廃艦になる可能性が高いとみられているね。ストームシャドウはアスコルドへの攻撃に使用されたフランス製の SCALPEG と同じミサイルで、これらはイギリスとフランスが共同で開発された航空機発射型で射程距離 250km とされる巡航ミサイルだな。ストームシャドウ SCALPEG の本体は全長 5.1 メートル直径 0.48 メートル重量 1230kg で、弾頭にはタンデム HEAT 弾頭が搭載され、ターボジェットエンジンによって 1000kmgm0.8 の速度を発揮し、中間誘導は INSGPSTERPROM などを利用し、終端誘導は赤外線画像シーカーによって行われた高い精度で目標に命中するぜ。その弾頭には 450kg のタンデムヒート弾が搭載されていて、この20弾頭は1弾目が土やコンクリートを貫通して2弾目で目標に打撃を与える構造になっていて、この弾頭によって強固なコンクリート製の建物や地下壕や地下司令部などへの攻撃が可能とされ、さらに対艦攻撃も可能とされていたのであるが、これらロシア海軍艦艇への攻撃によってその効果が確認されたってわけだ。ロシアはウクライナの首都キーウをはじめとする各都市の民間インフラへの攻撃にカリブルを多用していて、航空機からの発射の他に黒海艦隊の水上艦艇や潜水艦からも多数を発射してきたよね。そのためウクライナにとっては黒海艦隊の活動を阻止することが重要で、セバストポリなど黒海艦隊の基地や施設があるクリミア半島への攻撃を強化しているんだ。ロシアがウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日の以前に黒海艦隊が保有していた艦艇数は、スラバ級ミサイル巡洋艦1隻、駆逐艦1隻、フリゲート2隻、キロ級通常動力潜水艦5隻、揚陸艦13隻にコルベットなど小艦艇多数とされていたけど、ここまでに黒海艦隊がウクライナ軍の攻撃によって失った損害は大きく、黒海艦隊への艦艇の補充を急ぐ必要があるとの見方が西側諸国のメディアや軍事専門家の間で広がっていたよ。黒海艦隊の艦艇がこれまでにウクライナ軍の攻撃によって受けた損害については、インターネットや SNS などに公開された動画や画像などの視覚的情報を分析して損害を報告するサイトである OX によって報告が上がっているみたい。その分析によると侵略開始以降、黒海艦隊は16隻の艦艇がウクライナ軍のミサイルやドローンによる攻撃を受け、そのうち10隻が沈没しているとされ、それらの中には黒海艦隊の機関であったスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワや、サラトフにセルナ級などの揚陸艦が多く、その他に損傷したことが確認されているのは前述の揚陸艦ミンスクと潜水艦ロストフなどヌーや、揚陸艦オレネゴルスキーゴルニャク、ナティア級掃海艇などだというぜ。ウクライナ軍はこの先も、穀物輸出のための黒海西部の安全確保と、この冬に再び激化する可能性が指摘されているカリブルなどの巡航ミサイルによる都市攻撃を防ぐために、黒海艦隊の巡航ミサイル発射が可能な艦艇への攻撃を強化していくものとみられていて、ストームシャドウ SCALPEG やドローンを撃墜されることのないようロシア軍の防空システムを破壊していくとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。